ってますからね。参りましょう、最後の競技マラソンです。よースタート。さあ、まず最初に一気にトップに立ちましたのは杉本選手ですが、これチーム平野ですが、平野さんいかがですか。そして20秒経ちスタートしました。はい、あ、そうですね、まあ、すぐ出てすぐ出てだと思いますもんね。 2.2 キロという長丁場ですからね、はい。さあ、そして 3000m のタイムが良かった20秒後の選手が今スタートしました。そして今猫さんがほぼこれ一周の差ですね。一周の差ですが、伊藤さんいかがでしょう。いや、一周あってもちょっとこれすごい厳しいですね。さすがオリンピックですね。もうすでにトライオーとしています。さあ、このトラックを2周して、その後は階段を登っていく形になりますが、猫ひろしがもうすでに順位を上げています。今日のこのコース、さあ、そして杉本ですが、今どうでしょう、ピロッコさん。もうダメですね、これ頑張れよ、頑張れよという声も飛んでいますが、さあ、この後コースの方を右に行きにして、杉本投手は三塁側の階段の方に入っていただいております。現在トップです。現在トップはチーム平野。頑張れ頭。さあ、大きな声が飛んでいますが、おい、ゆうと、ゆうと、そして階段に入って前に出ました。これは後輩、後輩頑張れ。仲間が前に出ます。仲間が前に出て、あー、杉本さんも少し歩き出していて、現在赤間がトップ、そしてその後佐藤がついています。長い長い地獄の階段ゾーンです。鈴木優選手が追い上げてきてます。はい、はい、こちら長い長い地獄の階段ゾーンからお送りしました。頑張れ赤間。そして赤間選手がもうすでに赤間、この赤間赤間出てきています。現在赤間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 その中で完全に今トップを走っていますのは、あ、今赤間と佐野が来ている。佐野が近づいてきている。伊藤佐野三冠を狙う佐野が少し淡々とその差を詰めていきます。この第1周回も1点を収集します。さあ、まもなく赤間抜かれる。まもなく赤間を頑張れ。さあ、捉えるでしょうか。杉本後ろ来てるよ。杉本狭い後ろ来てるぞ。果たして攻めて、ここだけ勝て。公平公平いけ公平いけ。ゆうと抜いたらゆうと出していきます。佐野光大がここでトップになった。杉本後ろ、佐野光大がトップになって、そして現在2番手に落ちました。この赤間県です。赤間粘れ。佐野光大が2番手に走る。杉本公平いけ。現在トップは走ります。佐野光大今、そしてその佐野と赤間がバックスクリーンビジョンの下あたりを走っています。ゲート後ろ、ゲート。伊藤キャプテンから声が飛んでいます。いけー、後編いけー。キャプテンからも声が飛んでいる。さあ、このレースを制した者が今日のレースを制する形になります。500ポイントをかけた戦い、まもなく中間点。現在トップを走っていますのが佐野光大です。逃げろ。三冠を狙う佐野光大が、さあ、この後一塁側まで走って、あと半周です。あと半周走ったところで下に降りるスロープになります。佐野光大その後ろゆったりと、若干徐々に離されているんでしょうか。
赤間赤間赤間公平公平いいぞ。ガッツポーズをしたぞ。ガッツポーズを見せた。しかし徐々に徐々に佐野光大の背中が遠くなってきているか。間もなくしますと一塁側下りゾーンに入ってまいります。赤間さ赤間の位置の後ろ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 順位が変わる。トップは佐野光大。完全ともう一人旅になりつつあります。ゆうた三冠を目指す佐野光大が背中下りゾーン長いストロークに入っていきます。まだ T さんに飯食わせるんで頑張れ頼む頑張るな。おさあこちらは心臓破りの下り坂です。1位の選手はどの選手なんでしょうか。さあ足音が聞こえてまいりました。いよいよ1位の選手佐野光大選手1位を独走しております。さあその後続いて鈴木選手とそして赤間選手と続いていきます。あそして猫ひろし選手が猫ひろしさんが4位第4走者。そしてその後吉田亮選手が追いかけます。さあそして三冠なるんでしょうか。このまま逃げ切るか。佐野光大が花道の中トラックに戻ってまいりました。去年は関西圏で放送しました関西駅伝ナンバーワン決定戦リオオリンピックの候補にもなった吉田香織と伝統の大きな佐野光大、その実力は確かでした。そして今2番手鈴木光平もさあ間もなくトラックに入ります。最後はトラック勝負か。逃げるのは佐野光大、追いかける鈴木光平。さあそして猫ひろしがやってきた。猫ひろしがやってきた。猫ひろしが今3番手。現在トップは佐野光大、その後ろ鈴木光平。リードは 30m ほどあります。後ろを少し見ました。さあ三冠に向けてあとは1周。そしてまっしぐらです。赤いリオオリンピックと同じユニフォーム、このコスチュームに身を包んで負けるわけにはいきません。素人に負けるわけにはいかない。しかし半周近い差があります。赤間抜かれる。頑張って。さあ赤間を今捉えるか。捉えて猫ひろしが3番手。しかし完全にトップは佐野光大。佐野光大が間もなく歓喜のゴールテープ。優勝500ポイントはもう見えてきました。佐野光大、この名前を覚えてください。見事三冠達成。そして2位です。2位でやってきましたのは鈴木光平。猫ひろしの追撃をこの2人は許しませんでした。そして40秒のハンデはやはり苦しかった。猫はすぐら、しかし堂々の3位です。途中まではトップに立っていました香川県が4位。熾烈な争いでした。いやーしかし平野さんいかがでしたか。そうですね、もう後ろはいいでしょ後ろはいい今意見が出ましたが、さあそしてチーム T 岡田の佐野選手が見事優勝でしたが、 T さんいかがですか。いやー素晴らしい走りでしたね。さあ今続々と選手がゴールに向かってまいります。あ、いいぞ、いいぞ。顔、ゆう、顔、ゆうと顔顔、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 顔が顔がさあ、3番をつけています。ゆうとが入ってきて、いやそれにしても平野さん、立ち上がりはこう、ね、トップを切って杉本選手が走っていたんですがね、はい、ああまあ予想通りですね。予想通りですか。まだ、ね、もう一周あるんですね。まだもう一周あるんですね。いやもう一回どうなるんですか。
さあ、そして伊藤さん、逆転を狙ったこのレースでしたが、いかがでしたか。いやー、まあ、そうですね、予想通りって感じです。頑張ってくれたんで、2人とも。恐れ。さあ、そして、猫ひろしさんがこちらの方に来ました。猫さん、はい、ハンデ40秒、やはりきつかったですか。開いたやってしまいましたね。いや早い。探すのつまんなかった。なかなかね、こう抜きにくいコースでもあったかとは思うんですかね。はい。ではもし韓国人としてオリンピック目指したら短距離とかいけるんじゃないですかね。韓国人に全国籍変更すれば次の東京オリンピックが狙えるかもしれない。はい、はい、それぐらい素晴らしい選手たちが。早い。さあ、序盤がレースを盛り上げてくれました。日本の選手が、もう息も絶えないです。今ゴールです。いや、最後のマラソンが、それにしても平野さん、本当にいい勝負になりましたね。そうですね。さあ、そして猫さん、どうですか、走ってみて、このコースは。ちょっと2キロ今全力で走ったんですけど、はい、今僕の口の中からなぜか血の匂いがします。それぐらいやはり厳しいコースでしたね。なんか子供の頃の運動会で走りすぎたら、鼻の奥から鉄の味がするじゃないですか。はい、それが30年ぶりに出てきてますね。さあ、それぐらい早かったです、めっちゃくちゃ早かったです。さあ、それでは佐藤大選手にお話伺いましょうか。あのコースであるだけ。まずは、はい、こちらの方にお願いします。まずは今のお気持ち聞かせてください。はい、すごく嬉しいです。今日はしかしいろいろな種目で大活躍、見事3冠達成になりました。いかがですか。今日はあれなんですけど、走りの方は自信があるので、その得意な部分で決められてよかったです。ベルちゃんに包まれてましたけど、野球もね、そんなことないですよね。はい、今年の1年自分でも振り返ってください。いかがでしたか。そうですね、去年よりは内容は良かったと思うんですけど、まだまだ1年も見てないので、来年いけるように頑張ります。ぜひね、皆さん今日はこの佐野光大選手の名前を覚えて帰っていただいて、そして来年本当にね、この人が活躍してくれることを、ね、皆さん期待してください。最後にファンの方に一言お願いします。これからも一生懸命頑張りますので、応援よろしくお願いします。見事優勝を果たしました佐野光大選手でした。どうも今一度盛大な拍手をお願いいたします。そして、佐野選手の活躍で、もともとトップでしたチーム T 岡田に500ポイントがさらに追加されましたので、優勝はぶっちぎりでチーム T 岡田と決まりました。そして激しいマラソンを繰り広げました、選手皆さんに今一度盛大な拍手をお願いいたします。すごい僕はアゲチンなんですよ。アゲチン、はい、大丈夫ですか。来年佐野選手、はい、絶対活躍しますよ皆さん。絶対活躍します。ぜひこのね、京セラドームで佐野選手の活躍待っていきたいと思います。私の方で実況でお待ちしておりますので、どうぞ頑張ってください。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。楽しいでいいかな。楽しいでいいかな。